日本人最年少となるヨットによる単独無寄港無補給での世界一周を達成した西宮市の木村博次さんが西宮市の新西宮ヨットハーバーに寄港しました。西宮市のヨットハーバーではヨットによる単独無寄港無補給で世界一周の日本人最年少記録の快挙を達成した木村博次さんを出迎えようと多くの人が集まりました。世界一周回ってここまで戻ってこれたことを、非常に嬉しく思います。西宮市の会社員の木村さんは大分県出身で高校時代にはヨット部で国体に出場しました。会社の支援を受け去年10月に西宮市を出港した木村さん、太平洋から喜望峰を回り昨日無事ゴールの紀伊水道を通過しました。24歳9ヶ月での単独無寄港無補給での世界一周は1994年に海洋冒険家の白石康次郎さんが達成した26歳10ヶ月の日本人最年少記録を30年ぶりに更新する快挙となりました。この挑戦を自分のものだけにせず、できる限りの共有と、もし他にチャレンジしたい人がいればできる限りの協力を、したいなと思っています。ヨットハーバーで開かれた記念のセレモニーには単独無寄港の太平洋横断の世界最高齢記録を持つ海洋冒険家の堀江謙一さんも出席し、次は世界最高齢記録を目指してほしいと花束を渡して木村さんを祝福しました。